始めるよ。今日の企画は何ですか？私もさっき見てびっくりしました。そんなにやばい企画なの？いや、そんなことはないけど、ね、アルバイトを経験するとかね、私たちこのみんなのアルバイト、今日やる企画は、うん、女性のおならあるある。本当にわけわかんない。誰？何がアルバイトと関係があるのかもわかんない。どういう意図なの？アルバイトでこうおならを隠す術を学ぶみたいな。そういうこと？いや、これはもうブラスさんが前女性のあるあるで一本動画撮りたいとおっしゃってたので。絶対言ってないよ。言った？はい、言ったんですか？言ってないよ。絶対言った。はい、それどういうタイミングで言ったの？お腹が鳴ったタイミングで誰かが。うん。それで盛り上がったんだ、おならの話が。でもこれ一本にできんじゃねえの。女性おならあるある。それを真に受けちゃった？真に受けたんだ。すごいやだ。まず私は女性じゃないから、こんな話することはできひんわけやん。そんなことないよ。だから女性の特有のおならあるあるについて聞いていきたいなと思うけども、でも女性ってあんまおならしないイメージがあるけど、おならすんの？しますね。ちょっとなんで私はなんで私を見たの。あれちゃんどうなのよ。あれちゃんもするんですか、おなら。それに決まってんでしょ。それ人間ですから、それは穴という穴から出ますよね。穴っていうか穴一つじゃないの、おならが出る穴は。ほんま、まあいろんな穴から何かとしら出てくるんですよ。穴があればわかる。みんなのアルバイト。今日はさ、いつも後ろに座ってるけどさ、今日はね、前に珍しくね。それって何？なんか今日だけ前に呼ばれたなって思ってのこのこ。なんだっけ、つくしちゃんだっけ？あら、みずきです。つくしちゃんでもないんですけど。つくしって何？そう、何かエピソードあるんですか？そうや、おならエピソード。そういうこと。おならのエピソードなんてしたことないじゃないですか。でも、今さ、レースクイーンやってるんやろ？そうです。レースクイーンやっててさ、もうどうしても我慢できひんなってことあるやろ、多分。お腹パンパンになって、もう早く。便秘気味なんで、結構いつも。そうですね、苦しい時もありますけど。その時はどうするの、なんかちょっと、ああとか言いながら、ああとかって言って。めっちゃうるせえやつじゃん。俺はもし出たら、ってやる。怪しいやん、それ。そんなことしないですけど、でも立ち止まってる時とか、周りに人がいる時は絶対我慢します。もう意地でも。じゃあ人おらなかった時はどうするの？歩いてる時とかだったら、もう自分もその空気吸わなくていいじゃないですか。だって自分は通りないし、歩きながらってこと。歩きながらこうプップップッ。歩いてる時とかはもうそうです、風に切って。風のとこに。なんかな、これ昔トリビアの泉でやっとったんだけど、おならしたら必ずこう行ってもここで渦巻いてついてくる。わかんないんだ。おならしたらって横に行くべきなんだ。その回見た気がする。切るんだ。横に切るんだ。一回とりあえず。横に行って、まっすぐ行く。プッププッププップずっと出続けるんやったら、もう。バレちゃうじゃないですか、それ。めっちゃ気付いてるやん。私おすすめの方法やで、ほんま。もうそんなん、もう流行ったら、もう全員もうすぐわかるやん。おならしてるやん、こいつ。って歩きが横やから。あれちゃん、たまにさ、おならかお腹が鳴ってるのかわからへん。みたいな「ももー」って音が鳴るからさ、あれはお腹でも歩くないないですか？たまにめっちゃ恥ずかしい音が出る時あって、みたいなね。でもなんかブーブーとかみたいなで、なんかでもそれっておならを我慢してる音なんじゃないんですか？そういうこと？そう。だっておなら我慢するとお腹にきて、私お腹からおならの音が出るんですよ。ブクブクって。でも俺もそれやった。ブクブクっていうか、もうみたいな、逆ブーみたいな。いや、たまに普通に寝転がってて、なんか向き変えたらブッみたいな感じになる時あって、それお腹の中にあるガスですよね。ガスだとは思うけど、空気動いてる音。そうそうそう。でもおならとして出る予定やったねんけど、アナル締めすぎてるからおならがもう出られへんわってなった時に、で腸がこう曲がってるやん。だからもうここが空気パンパンになるから、あ、元戻りますっていうプッっていうのが多分音になるねん。戻ってんねん。そうだから、女子が言うお腹鳴っちゃったは、おなら我慢してた時の音。そんなことを言わないでよ。そんなっきみずきちゃんここ座ってる時お腹が取ったお腹がちょっとある。いや、まずお腹が空いてたんですもん。あ、本当。でもお腹空いてる時とか、あとなんか水だけをなんか水を飲んで、なんかそれもある。空気が溜まって、もう下から出たくてじゃなくて空気が溜まってゲップの時もある。ゲップってことですか？おなら我慢しとったらゲップとして出るらしいで。ずっと我慢しとったら。トリビアの泉でやった。もう全部トリビアじゃねえかよ。15平ぐらいずっと。そうそうそう。遅いな。今も分かってる。トリビアって何のことか分かんなかったんですけど、平で分かったの。それかって思って。なんかめっちゃうんこするって思って便座座って力んだら。ポーって言っておならだけで終わったことない？あるよな。ある。でなんかなぼりきんでもうんこ出てこうへんでもおならやったから。そうな。さあなんだおならか。もうお前らだから平面にかんでもな。ちょっとずつアナルの隙間からちょっと出せばよかったりな。プップってちょっとずつやればよかった。なんかでもボーンって出るってことは絶対もうその音なしで出せねえってことでしょ。でもそれはな、やっぱアナルの使い方によってやっぱりそれさアナル術でやるか。違うやる。だからもしも下手したら。っていうのは最後になんか実はあってみたいな。あるある。でも私そのにしたい時はちゃんと手で手動で。ちょっと待って。そう、なんてちょっとなんで手動でアナルをこう開けてすると音が出ない。それは指使うんじゃない。使う。もう片尻。こうやってどういうこと？なんで音が鳴るのは閉まってるからブーって出ちゃう。そうでもそれはそう。ってことはじゃあこれをこうムーみたいな。そう開いてちょっと開けばスッって出るから。もう一つある。あ、そうもう嫌やこんな隣でさスッってやってるやつ。それで行くんやったらそれで思い出したわ。一回昔付き合ってた人が俺お尻で呼吸できんねんって言い始めて。呼吸？どうやるのって言ったら。なんか目の前で四つん這いになってこうやってでアナルでやってでそれ俺1ヶ月かけて練習してあんたも練習してたの？2人とも四つん這いになって向き合ってっていうのをお互いやるっていうのがあった。共感できない。お互いどっちも努力をすれば夢は叶うみたいな、そのカップルとして2人とも頑張って共通の何かを頑張るっていうのが大事っていう。多分他にもたくさんいろいろあると思う。一緒に頑張ること。アナルの話で言うと、デトックスって全部嘘らしいね。デトックス？うん。毛穴から汗を出したり？汗を出す系はどうか知らんねんけど、その。何か飲んでめっちゃうんこ出したりとかで、その便を出すってことは大事やけども、まあだから老廃物じゃないの、張り付いてる老廃物を腸から出す。そうでもあれって意味ないねんって、そのそう、まあ意味ないことはないけども、体の中の毒素を抜くという点においては意味ないらしい。なんでかっていうと、腸とか全部胃とかもそうやけど、食道とかあれって体の中じゃないねんって、体の外側やねん。要は皮膚あるやん。ずっとこう入っていった時に、ずっとお尻の穴まで外側やねん。内側は何ですか？内側は腸とかがその後吸収して、その腸とかのさらに中のことを体内っていう。だからこれ体外やねんって。だから食べ物とか何食べても体はもう自然といるやつだけを吸収して、いらんやつはうんことして出すっていう風になってるから、だからデトックスとしてこれを食べたらなんか毒素が抜けますっていうのは違うらしい。それよりも一番大事なのは肝臓と腎臓を健康に保つことって、それだけが人間の毒素を体の血液だったり、まあ、尿とかもそうやけども出す唯一の器官。だからうんこ出すよりもおしっこ出すのが一番大事って言っとったわ。そう。うわ。皆さん友達ん家でトイレできますか？トイレできる。うんこですよ。できる。で公衆トイレでうんこできんねん。お友達ん家やったらうんこできる。できます。公衆トイレは？できる。ええ。できない。公衆トイレダメだよね。わかるわかる。友達んちはおしっこも嫌。公衆トイレ。嘘や。おしっこはいけるわ。なんで？なんか汚いイメージがあってすごい引きます全部。あ、そっち系か。アレルさんちょっと潔癖ですよね確か。そうなっちゃいます。大変だね、さっきアナルの話してね。想像しないでね。音とか聞かれたら嫌やん、公衆トイレ。ブラッとかなんか。え、だってもう二度と会うことないでしょ。そう、それだし相手が出てくるまで待ってればいい。会社の人とかさ、たまたますれ違ったりとかしたりするかもしれへんしさ。でもゆきちゃんとかってもう有名人やからさ。ゆきちゃんめっちゃおならすんねやってない知らん人に。あのさ、ゆきちゃんはもうね、アナルを広げるっていうこと言うからさ、音鳴らさない。なんだ聞く方、あ、隣でやってんなって。じゃあいいやん、じゃあなんで友達の家あかんの？私できる。私ホテルとかも全然潔癖とか私はそうじゃなくて、なんでかわかんないんですけど、すっごい仲いい友達の家か自分の家じゃないと勝手に。意図的にそうしてるわけじゃなくて、勝手にそうなっちゃって、出張中とかずっと便秘になっちゃいますね。あ、でもそういうのもわかるわ。なんか昔そうやった。うんこ1週間ぐらいせんでも大丈夫やったし、おしっこも2日ぐらい我慢できたんですよ。2日おしっこ我慢できんできとったよ昔。ロシアでさ、海に行くって言って1週間ぐらいかかるやん。その時ずっと我慢しとった1週間。外でのぐそできひんからさ、俺外でさのぐそしようと思ってもさ、本能的にできん。多分それとあんたホテルはもうのと一緒やねんな。ホテルがのって一人でも無理なん？そのホテル誰かおるから無理じゃなくて、一人でも無理。一人でもそうですね。なんか気になっちゃってすごい。なんか一人だったらいい。でもなんかどんなに長く付き合ってる彼氏でも誰でもいいけど、なんか無理だわ。ホテルのトイレってさ、なんか下がちょっと開いててさ。音めっちゃ聞こえるから嫌よな。完全個室じゃないよな。そう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 。すごいそれ気になっちゃうのよ。それは嫌だな。人がいるのは無理だわ。一個アルバイト情報言っていいですか？補足で。一応アルバイトに絡めた話。このおならを無理やり頑張るってこと？おならの動画とは別に。じゃ今補足で一応バイトの絡めた情報も一個入れとくかなと思って。一応江戸時代に。江戸時代。位の高い女性とかお姫様がおならした時に代わりにね、あ、そうです、私がおならしましたっていう代行で手を挙げる職業があったらしいです。いや知ってんねんけど、でもそいつが手を挙げた時点で、あ、こっちがしたんやなって分かるやん。確かに。そう、相手側からしたら分かんない。秘密なんや、雇ってることは。あ、なるほど。じゃあ俺もそれ雇おう。じゃあ雇ってる人がおなら出ちゃった時はもう自分がいいじゃないですか。私本当におならしました今回ばかりは本当に私。本当にって言わなくてもいいじゃん。でもさ、雇っててさ、自分がおならしたら代わりに言う人やんか。で、俺雇ってる側やとしてさ、なんかおならしてないのに私がおならしましたっていきなり言われたらさ、しないわよならへん？あと、今のおならじゃお腹だったのよってなるやん。それバレるよね、周りから。その辺うまいことやっとったんやろな。そいつってあげない。